どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイルの新ルート開通ということで、紹介していきたいと思います。ドットマネー東急ポイント ANA マイル、こちらのねルートがね開通しましたので紹介していきたいと思います。で、私はですね ANA マイルは2年生、正確には3年目なんですが、1年目は活動しておりませんでした。今現在ですね、画像では14万6000マイルになっておりますけども、昨日ですね、東京メトロからのポイントが着弾してましたので、今16400、そのぐらいですかね、なっております。で、昨年ね CFC 事業した関係で、保有マイルはね全て使い果たしましたので、今現在はこのぐらいとなっております。 SFC 修行のね自体の動画も出しておりますので、よかったら参考にしていけたらなと思います。 ANA マイル新ルートが開通ということで、今回この動画を見ていただけると、新ルートに必要なクレジットカード、新ルートの交換日数と交換率で、このスルートおすすめかっていうのね分かると思いますので、ぜひ参考にしていけたらなと思います。で、まずはじめに、新ルートの必要なクレジットカードです。東急ポイントクラブ Q、ANA 東急ポイントクラブ Q マスターカード、いかにも長い名前ですけども、こちらのクレジットカードが必要になっております。正直ね、これじゃなきゃいけないっていうわけではないんですけども、これが一番おすすめかなっていう感じですかね。東急ポイントが使えれば、実際はいいんですけども、こちら ANA カードですからね、入会ボーナスで1000マイル、継続ボーナスで1000マイルもらえますので、そういう意味でもね、おすすめとなっております。年会費は2000円、初年度年会費無料、マイペースリボ&年会1回以上の利用で751円に、ね、年会費割引があります。で、ルートの紹介です。ポイントサイト、今回ハピタスとチョビリッチを紹介に出しておりますけども、1万円分のチョビリッチポイント、ハピタスポイントですね、ドットマネーという、こちらはサイバーエージェントが運営しているポイントサイトに交換します。こちら10日で交換できますので、100% 1万円分のポイントとなります。で、ここからですね、東急ポイント、こちらも10日で交換できます。こちらが 本日で紹介している開通したというポイントですね。ドットマネーからこの東急ポイントっていうのに、ポイント移行がね開通しました。で、この東急ポイントへの、交換率が 100% ですので、そのまま1万円分のポイントが交換できます。で、先ほど言った ANA、のカードがですね必須のクレジットカードとなっております。この東急ポイントを使うには必要となっている感じですね。で、ここから 75%、 1万円分のポイントが7500マイルでね交換できるルートとなっております。で、ポイント交換日数なんですけども、だいたいポイントサイトから ANA マイルになるまで1ヶ月以内ね、こちらもタイミングによってちょっともうちょっと早かったりするんですけども、だいたい1ヶ月以内に、ね、完了いたします。で、交換のパーセンテージです。これ見ていただければ分かると思うんですけども、1万円分のポイントが7500マイルになるということですね。今まで紹介していたラインルートが 81% ですので、6% 落ちるんですけども、こちらのルートの方がですねポイント交換回数が少ない、プラス交換日数も少ないということで、これからね始めようっていう方は正直こっちで一択でいいんじゃないかなと思います。初めてこの ANA マイルを貯めるっていうのをね活動していって、なかなか ANA マイルに溜まっていかないとですね、やはりモチベーションも下がってきますので、そういう意味ではおすすめとなっております。で、このルートはですねおすすめなのかということですよね。既存の ANA マイラーのリクマイラーの方もそうですし、これからね ANA マイルを貯めようという方おすすめかっていうことですね。先ほどの図を見ていただければ分かる通り、交換日数が少なくて、ポイントの交換回数も少ない、
でですね、ポイントの交換条件がほぼなしなんですよね。これはどういうかというと、基本このポイントサイトから ANA マイルにする場合、既存のラインルートの場合は一月で1万8000マイルの獲得が限界なんですね。というのも ANA マイル、東京メトロポイントから ANA マイルにするんですけども、そこが、ポイント交換上限が2万ポイント、 ANA マイル数にすると1万8000マイルまでしか一月に交換することができません。まあ、こちら上限を東京メトロの方で設けてるということですね。で、それはラインルートの話で、この新しい東急ルートの場合は、このドットマネーっていうポイントサイトは上限があります。ですが月10万ポイントなんですよね。月10万ポイントっていうのは、このドットマネーっていうポイントサイトは1ポイント1円ですので、一月10万円まで、一月10万円までってなったら相当な額ですよね。これ以上ポイント交換する人いるのかなって思うぐらいですよね。ですので基本的にはほぼないと思っていただいていいんじゃないかなと思います。10万ポイントまで、東急ポイントに交換することができますし、10万ポイント交換したら一撃7万5000マイルがね入ることとなります。で、一応ね、ラインルートのおさらいをしていきたいと思います。で、ラインルートの場合は、交換回数が多い。まあ、ポイントサイトから PEX、ワールドプレゼント、G ポイント、ラインポイント、東京メトロ、ANA マイルということで、まあ、ポイントサイトからでも5回のね、経由を踏まなくてはならない。これ完全に必須ルートとなっております。で、このラインルートのメリットとしては、やはり 81% でね交換できるということで、1万円分のポイントが8100マイルになることがメリットですね。しかし、まあ、ポイント交換完了までにね2ヶ月ぐらいかかったりとか、東京メトロポイントがね月2万円分のポイント交換の上限を課しておりますので、一月でどんだけ頑張っても1万8000マイルがね獲得 上限となっております。まとめです。まあ、今回この紹介した、東急ルートなんですけども、東急ルートをおすすめする方は、交換率がね 75% になっててもいいから、速さとね交換回数を減らすということは、もしくはこれからね ANA マイルを貯めようという方は、下でいいんじゃないかなと思います。やはり交換回数が多いと面倒ですからね。で、交換率で 81% っていうレートをねどうしても維持したいっていう方は、このままねラインルートを利用してみてはいかがでしょうか。まあ、ちょっとバーッと話してきましたけども、もし分かんないことがあればぜひコメント欄にねコメントしていただけたらなと思います。まあ、私はですね、どっちで行こうかなって今悩んでるんですけども、ひとまずこの ANA 東急ポイントクラブ級カードを発行しようと思います。で、余談なんですけども、こちら動画が出てるのが、6月の8日かなの、朝に出していると思いますけども、その時点で、ポイントサイトチョビリッチにね案件、まあ1500円とかそんなもんなんですけども、一応案件自体は出ておりますので、もしよかったらねそちらを経由してね発行すると1500円分もらえますからね、おすすめとなっております。で、最後になんですけども、今回のねこの情報を教えていただきました、リクマイラーブロガーのね有名な方のスケスケのマイルこじきさんから、この情報をね得て紹介させていただいております。今回の動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。